明けましておめでとうございます。皆さんこんにちは、鈴鹿です。改めまして新年明けましておめでとうございます。記念すべき2018年1本目の動画になります。冒頭の方で登場しましたワンちゃん、我が家のアイドルのレムちゃんでございます。はい、本年もよろしくお願いいたします。2017年は公私ともにたくさんの方々にお世話になりました。本当にありがとうございました。チャンネル登録者数の方もですね、2017年の1月の1日の時点ではですね、なんと登録者数240人を達成しましたということでご報告していたんですけれども、2018年1月の1日現在1492人チャンネル登録してくださっているということで、この240人がかなりね飛躍したなという感じなんですけれども、本当に嬉しく思っています。お見苦しい点多々あると思います。そんな鈴鹿チャンネルなんですけれども、温かくいつもコメントをくださったり見守ってくださっている皆様に本当に感謝しております。年末の挨拶の動画の方でも言わせていただいているんですけれども、2018年は去年よりもさらにワンランクパワーアップした動画をお届けできるように頑張っていきたいなと思っておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。頭の中にこれしたいなとか、こんな動画作ってみたいなっていうのがポンポンポンと浮かんでいるので、それを形にできるように頑張っていきたいです。去年はいくつか実際に形にできたんですけれども、全てできたわけではなかったので、この2018年はたくさんの動画を新しい形で皆様にお届けしていきたいなと思います。いつも通りゆるくマイペースに動画を上げていきたいなと思っておりますので、2018年も鈴鹿チャンネルよろしくお願いいたします。短くなりましたが新年の挨拶とさせていただきます。最後までご覧いただきありがとうございました。2018年も鈴鹿チャンネルよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。